こんにちは、ゆきです。5月に自分のために買ったお気に入りのコスメをご紹介します。リップ3つの中で皆様これが気になりますよね。ケイト新作リップモンスター1個買っちゃった。今回は買わずにスルーしようと思ってた。もうどうしても欲しくなっちゃって。私が買ったのは07番ラスボス。名前が衝撃ということで知名度がさらに上がってます。これ色全11色うちウェブ限定のものが4色あります。こんな色、高発色落ちにくい高保湿、もう最高の条件が揃ってます。ネットで探したらもう全然売ってなくて、6件薬局を回って見つけたの。塗ってみます。動画でリップ初めてだ。大人、いろんな人がいろんなとこでもう紹介してる商品なので、私のイエベの肌には02が似合うって書いてあったんです。01と02は店頭に売ってたのだけど、なんかもっと冒険したいなと思ってラスボスにしてみたんです。ティッシュオフしてない状態ではツヤ感があります。発色がいい、使用感は滑らかでしっとりしてます。これをティッシュオフする。この時点でこれしかつかない。あ、もうつかないよ。もう全然つかない。カップ用意しました。ほんのちょっとだけついた。次マスク。少し乾かしたらいいのかもしれないですね。もう全くつかないです。そりゃこんなに発色あってマスクにつかなかったら売れるよ。かわいい。このリップは色のバリエーションがかわいすぎて 2,3 本欲しくなります。今はなんか一旦販売がもう中止してるところが多いけど、再販するって書いてあったかな。今クレンジング塗って拭き取って落ちないって言おうと思ったんだけど、すぐ落ちちゃった。このクレンジングはまた別の動画で。セザンヌのラスティンググロスリップ、これは超プチプラ、なんと1本税込み528円。40代プチプラリップって調べてランキングに入ってたので買いました。ここまで安いリップ使うの大丈夫かなと思ってちょっとドキドキしたので調べてみました。とにかく私はいろんなリップが欲しかったから、全11色 OR オレンジ系と BE ベージュ系を買いました。今私の生活はマスクを外すことが全くないんです。だからリップを塗る必要もない。そう思うと余計にリップたまには塗りたいなと思っちゃって、オレンジ、ベージュ、ベージュからいきます。塗りやすい、ツヤツヤ、すっごい滑らかでね、保湿力が高いです、うん、あ、そっか、保湿成分シアバター、オリーブ油、ホホバ油が入ってます。だからか、すっごい滑らか。あのリップクリーム、これ口紅じゃなくてリップクリーム、いや口紅だ、リップクリームってぐらい保湿してる、うん、これは落ちないリップじゃない、普段使いです。かわいい、うん、ナチュラル系。次オレンジいきます。
上唇が薄い。今気づいた。筆でもっと上オーバーリップに描いた方が可愛いな。バランス悪い。これ安くて可愛いでしょ。本当はねピンクも欲しかったの。ちょうど欲しいピンクだけ売り切れだったんですよ。セザンヌだからね、他の店舗に行けばまた売ってる。買いすぎ注意で今回は我慢しました。可愛いです。とってもリップもたまに塗るとテンション上がるな。嬉しい。今日もありがとうございます。この動画が良かったと思ってくださったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまたね。バイバーイ。